武豊干され事件。競馬を見たことがない人でも一度は聞いたことがあるであろうレジェンド武豊騎手。 G1 100勝、リーディングジョッキー18回など輝かしい成績とは裏腹に、あることをきっかけに騎乗機会が激減してしまった過去があるのです。今回はそれまでの過程で起きた3つの事件を紹介していこうと思います。もともと武豊騎手は2000年代他を寄せ付けないほどの実力を持っており、さまざまなオーナーの馬で G1 を勝利、馬主からの信頼も厚かった名ジョッキーでした。しかし2010年3月、武豊騎手が毎日杯で座体機に騎乗するも、直線残り 200m のところで落馬、鎖骨や腰の骨を折る大怪我を負ってしまいます。その後ビクトワール・ピサに騎乗するはずだった5月のダービーは断念したものの、不屈の精神で8月1日の小倉競馬でスピード復帰を果たすこととなります。しかし武豊騎手は後に、あの時はまだ左肩の状態が悪く、ごまかしながら乗っていたところがあったかもしれませんと告白しているように、状態が完全に回復していないまま騎乗していたのです。結果その年は69勝という成績に終わってしまいました。ではなぜ復帰を急いだのか。答えは凱旋門賞に挑戦するビクトワール・ピサに騎乗するためだったと言われています。ビクトワール・ピサは後にドバイワールドカップを勝つほどの有力馬だったので、日本人の悲願である凱旋門賞をこの馬で勝ちたいという気持ちがあったのではないでしょうか。そして予定通り凱旋門賞に挑戦するも、武豊騎手自身の状態もあり、直線馬群に沈み結果は惨敗。この結果を受け、レース後ビクトワール・ピサの半分の所有者であり、長年競馬界に君臨する社大ファーム吉田照也代表は、騎乗ミスだ、もう豊の時代は終わったと激怒したのです。さらに悪い流れは続きます。2010年11月のジャパンカップでスミオン騎手騎乗のブエナビスタが1位入選。しかしレースは審議となり、スミオン騎手が遮光したとして2着馬の武豊騎手騎乗ローズキングダムが1着に繰り上がりました。レース後武豊騎手はスミオン騎手に対し乗り方を批判、これが社大グループの反感をさらに買ってしまったと言われています。またそこには社大グループがローズキングダムよりも同じサンデーレーシングの馬ブエナビスタに勝利してほしかった背景もあったとされています。そしてその後、武豊の時代は終わったと社大グループに印象づける決定的な出来事が起こります。2010年12月、 G1 阪神ジュベナイルフィリーズで武豊騎手は社大のダンスファンタジアという馬に騎乗。ダンスファンタジアは桜花賞馬ダンスインザムードの子供で、素質馬として期待されており、このレースでも2番人気での出走となりました。しかしレース内容は惨憺たるもので、向こう上面行きたがるダンスファンタジアを武豊騎手が制御しきれず、直線に入った時点ではすでに足が残っていませんでした。そして期待を背負ったダンスファンタジアは9着という結果に終わってしまいます。この時点で社大グループからは、武豊は引っかかる馬を寄せなくなっているという評価が定着してしまいます。これら3つの出来事が重なり、さらに武豊騎手が勝たせられなかったビクトワール・ピサ、ダンスファンタジアがその後外国人騎手を起用してあっさりビッグレースを勝ってしまったことにより、社大グループ全体に武豊を乗せるなというお達しが出たと言われています。というわけで今回は武豊騎手が社大グループから干された経緯を紹介してきました。どん底を味わった武豊騎手ですが、絆のノーヒルズや名称でおなじみの松本オーナー、角田厩舎、松永幹夫厩舎の献身的な支えもあり、現在は武豊騎手本来のパフォーマンスを取り戻しました。2019年2020年には再び年間100勝を達成、そして社大グループからの信頼も回復し、有力馬に騎乗する機会も多くなりました。現在52歳、不屈の精神で戦うレジェンドに今後も目が離せません。これからもこのような動画を上げていきますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。